こんにちは。ジャーマンアイリスメロカリス通信販売花坂 G ネット店主の清水です。今日は2020年9月23日ですね。はい、最近はですね、畑の方になかなか来て来れないのですが、何をやっているかというと、新規事業で今お庭の手入れですね、お客様のお庭の手入れの仕事をしています。まあ草むしりだったり草刈りであったり、あとは剪定ですね、庭木の剪定、そのような仕事も新規事業で始めました。はい、で連日そのような感じで仕事に出ていまして、畑の方がちょっと管理できていない状況です。久々の畑になりますが、今日咲いている花がいくつかあるのでご紹介したいと思います。はい、ちょっと草が伸びてしまいました。はい、こちらが白の花ですね、フリルの花です。こちらは8月の初め頃から咲き出しましたかね。まだ花が咲いています。これが最後の花ですね。ちょっと多分これキリギリスに食べられて、ちょっと下の方が欠けていますが、こんな花の大きさはこのような感じですね。比較的大きい花です。ちょっとこの辺に紫が入っていますかね。はい、ちょっとキリギリスに食べられていますが、こちらから見ると食べられている部分が少ないので本来の花の形に見えます。ジャーマンアイリスですが、ここのところ9月の長雨ですね、雨が多いので草がもう一生懸命種を飛ばそうと伸びていますね。この時期ですね、9月のこの長雨の時期はジャーマンアイリスにとって南部病の一番発生するような時期だと私は思っています。梅雨の時期よりもこのちょっと残暑が残ったこの蒸し暑くて9月の雨の多い時期ですね、この時期にジャーマンアイリスが南部病でバタバタと倒れる現象を今までに何度も見てきました。従いまして、この時期ですね、雑草を取り除いたりした方がいいですが、一番いいのは、この時期にですね、植え替えをした方がいいですね。はい、こちら、黄色と紫のブラタンとですね、こちらの方も8月に一度咲いていましたが、また花の茎が伸びてきています。はい、比較的ですね、この、長雨の9月の時期でも植え替えをして高畝にしたものについてはダメージがありません。南部病にかかる確率が低くなっています。はい、こちらなどもちょっと高畝になっています。こちらが海外から個人輸入したものですが、こちらも高畝になっていて、株の方はちょっと葉が少し伸び出したところですかね。はい、株の方は無事です。こちらもそうですね。あとは植え替えたものについては、高畝にしてあるものについては比較的大丈夫な感じですね。こちらもそうです。薄い紫フリルですね、大輪ですが、こちらの方も雑草は入っていますが、高畝のものは大丈夫ですね。で、ジャーマンアイリスの植え替えについては、春かこの秋がいいという感じで私の方は言ってみますが、春に植え替えられなかったものについては、秋に、この時期ですね、なるべく高畝にして植え替えて、早い時点でですね、植え替えて根をある程度張らして冬を迎えさせた方がいいですね。その方が来年の春の開花を期待できます。
はい、ヘメロカリスもこんな感じですね。ちょっと雑草が伸びています。まあ、今のところ咲いているのは先ほどの白のフリルですね。あとブラタントがこれから咲くというところですね。ジャーマンアイリスについては、あとこのヘメロカリスですね、オールフィールドアップという品種がありますが、こちらの方は今花が咲いています。はい、こちら明日にでも咲こうとしているつぼみですね。でこちらの株もつぼみをつけています。こちらもつけていますね。でこちらの方は新たに伸びてきた花の茎ですね。こちらにも9月になってから8月の後半ですかね、花の茎が伸びてきて、これからつぼみが成熟して咲こうとするようなものがあります。でこちらがオールフィールドアップですね。はい、明るいオレンジの大輪ですね。で中が赤になっていますね。はい、こちらフリルもついていまして、フリルの周りがちょっと赤が入っていますね。はい、このオールフィールドアップはこの時期でも花を咲かせる品種なのか、今年の長雨で、今年の梅雨ですね、梅雨が長かった異常気象のため今咲いているのかははっきりしませんが、まあ、秋にも花を咲かせるという感じです。あとヘメロカリスの方も咲いているのがありまして、こちらがオールアメリカンイーグルですね。オールアメリカンイーグルです。ピンクと言いますか、ピンクがかったオレンジですね。で中央が紫です。花の大きさはこんな感じです。はい、こちらは先ほど取ったヘメロカリスの種ですね。交配した種ですね。こんな感じで種ができています。今日はまだいくつか花が咲いていますね。こちらがちょっとうまく咲いていないのですが、鮮やかな赤ですね。春名山系のヘメロカリスです。あと今日咲いている花が一つありますね。こちらがですね、秒でアイスランドレッドです。こちらの方も真っ赤な感じでいい色合いで咲いています。はい、ヘメロカリスですが梅雨の花ですね。梅雨の時期、雨の多い時の花ですが、今9月ですから今も雨が降っています。台風が近づいていますので、午前中はですね晴れたのですが、雲行きが怪しくなって今雲が白になりましたね。全体的に白になりました。先まではちょっと怪しい黒い雲だったのですが、白になっています。まあこの雨の多い時期にですね、綺麗に咲くというのがヘメロカリスです。秒でアイスランドレッドですね。いい感じで咲いています。あとは今日咲いているのはありませんかね。はい、赤の小輪ですね。ミニのヘメロカリスですが、赤の小輪が濃い赤の花を咲かせています。一つだけですね。これも最近に茎が伸びてきて花のつぼみができています。はい、ちょっとここ3週間ぐらいですね、草の退治ができていませんので、ちょっと草が伸びました。で8月の末日ですね、8月の末日にヘメロカリスの、このヘメロカリスの種ですね、これを撒いたのですが、このような感じで、これですね、これがヘメロカリスの発芽した芽ですね。8月の末日ですから9月、今23ですね。
20日ぐらいして、このぐらいの感じで芽が出ています。ちょっと雑草も生えてきてるので、区別がつかないのですが、こちらの方もエメルカリスの発芽した芽ですね。はい、こちらもそうですね。はい、だいぶスマホの画面が水の方、水滴ができてきました。はい、こちらのヘメロカリスの種もですね、あ、こちらに密集して芽が出ていますね。こんな感じで出ていますね。雨が降らないと発芽しないんですね。もしくは自分で水を毎日やらないと発芽しないような感じです。はい、こちら花の、花ニラですね。ニラですね。花ニラではなく、ニラの花が咲いています。はい、こんな感じですね。これ種ができて、種が飛んでまた芽が出てくるという感じです。花ニラもそんな感じ、花ニラじゃないですね。ニラもそんな感じですね。はい、あとは、花は今日はありません。はい、こちらのチャンネルでよく出てくる花ですね。ヘリオプシスですね。こちらの方は6月頃から花が咲かせて、まだ9月の今の時点でも咲いていますね。6、7、8、9と4ヶ月、5ヶ月ぐらい花が楽しめるでしょうか。まだ咲いています。はい、こちらはですね、ジャーマンアイリスですね。一度南部病になった株ですが、また復活しまして、幹部を取ったらこんなに株が、小株ですね。小株が6個か7個ぐらい出てきまして、葉も大きく茂ってうまくいっていますね。ヘリオプシスです。こちらが綺麗に咲いています。はい、ちょっと久しぶりに畑の方からお届けすることができました。今日は仕事の方がですね、午前中実家の母親の方を病院に連れて行き、11時頃から仕事をですね、草むしりの仕事をしてきました。こちらの方で3時間ぐらいで終わりましたので、比較的近いところのお客様だったので、まあ、そちらの方の地域の美味しいシュークリーム屋も寄ってシュークリームを買って、今、3時40分ぐらいですかね。はい。畑の方に来られたので、今日は撮影しました。また、秋ですね。花が見られましたら、また配信したいと思います。まあ、ちょっと今、新規事業で、いろいろ立ち上げてお客さんの予約とか入って忙しいところですが、もう少ししたら、ちょっと畑の方の整備ですね。手入れの方もできるようにして、来年の春や6月ですね、7月には、たくさんの花を見せられるようにしたいと思っています。はい、それでは、雨の中から今日は失礼します。はい、台風が近づいていますね。明日、明後日にかけて台風が来るようです。できれば、熱帯低気圧になってき、消えてもらいたいのですが、まあ、台風が来ますということで、皆さんも台風に備えてお気をつけください。まあ、台風の場合は仕事をしている場合ではないという感じで、そのぐらいの気持ちで台風に備えた方がいいと思います。はい。それでは、今日はこれで失礼します。ご視聴ありがとうございます。